チワース、ボブルヘッドとクラフトを両方一度にやれるところを思い出したんで、今から行っちゃうよ、へえ。その場所は、フィンチファームだよ、ははは。ここは違ったね。あ、そうだ。ついでに、サウガスの外にいる連中を、やっつけておきましょう。後が楽に進むんで、えへへ。いるかね。海に住む生物じゃねえよ。ふ。あ、いたいた。バレちゃったね。ははは。やべえ、他にもいたね。やばいね。やば。やばいよ。やべえ。やだ。木の枝でも踏んだんじゃねえ、はは。外はこれで片付いたね、ほっほ。最初にここを通った時に、高速道路から電雪が降ってきたんで、反撃してたらやられちゃいました。なので、このシーン2回目です。ははは。あら、アブラハム。おい、お前。ああ、悪い。フォージのやつかと思ったが、やけどがないな。やつらの一団が古い製鉄所を乗っ取った。不敵の息子ジェイクは真夜中に抜け出して奴らに加わった。祖父の古い剣をひったくって取り返してくれるならキャップを払う。探すわ。無理を聞いてくれるなんて。できる限りの埋め合わせはしよう。じゃあ行ってくるよ。飛ばすよ。へえ。下にはフォージいないね。ふっ。そうそう、いつもスニークしていてもすぐにバレちゃうんで、スニークのパークをレベル4まで上げちゃったよ、えへへ。レベル4のスニークだと撃たれなくなるね。よかったよ。バレてない。スニークのパーティーの威力だよね。へん。
ークのパークをレベル4まで上げたの。初めてだけどこんなに見つからなくなるんだね。へえ。この建物内で初めて攻撃されたよ。えへへ。保険で転ばぬ先のクイックセーブ。えへへ。助けてくれ。逃げようとしたら殺せ。ここまで来るなんてお前もやるな。簡単だった。ほとんどの奴らはそもそもフォージにふさわしくないしな。見ろジェイク、お前と違って価値のある奴だ。殺される。でも頼まれたものはみんな持ってきた。自分の家族から盗むことで強さが証明できると思うか。まあお前が持ってきたこの剣に免じて自分の価値を証明する最後のチャンスを与えてやってもいい。捕虜を殺して能なしじゃないことを証明し。連邦の外で襲撃をすると言ったろ。この人たちは脅威でも何でもない。殺せることを証明しろ。奴が死ぬかお前かだ。そんな、どうしよう、どうすればいい。そんなこと俺に聞くな。自分で考えろ。へっへ。その通りだジェイク。こんなことはしたくない。王子に加わりたくはない。家に帰りたいだけだ。最後のチャンスジェイク、三つ数える前に捕虜を殺さないとおしまいだ。一、助けてくれ。二、三。なんだ。それはそうとして、奴らと一体何をしていたの？尺を使いすぎたんでカットしました。へえ。これでよしっと。あとはボブルヘッドとおじいちゃんの古い剣だね。あ、行くことないかもしらんけど、これももらうておきましょう。えへへ。エクスプローシブ、厄介事は吹っ飛ばして解決すべし。爆発物のダメージが 15% 上昇。ねえ、本当にありがとう。ありがとう。おじいちゃんの古い剣を持っていかねえと。母よしよし、じゃあ戻るよ。緊張で吐きそうだ。頼むから俺にぶっかけないでよ。ブル、何ただの妻が楽しい。ということで、無事ピンチのおっちゃんの依頼を完了したのでクラフトをしましたが、隣に住み着いているスパムをミカランチャーで遊んでいたらゲームが落ちてセーブしていなかったのでクラフトをやり直す羽目になってしまいました。へえ。なので次回までにはクラフトを完成させたいと思っています。じゃあね。